はいえー、皆様、えー、こんばんは、えー、今日は令和2年1月13日の、えー、ボギーチャンネル、えー、私、えー、主催の、えー、ボギーテトコンでございます、えー、今夜のボギーチャンネルはですね今沖縄で、えー、拡大が懸念されているそのトンコレラそのトンコレラがま発生してしまった農場の声というのを皆様にお届けしまして今 その養豚業者のところで何が起きているのかということをねえご紹介をさせていきたいと思っておりますまあ、豚肉、まあ、沖縄ではとにかく豚肉っていうのは昔からよう使われておりまして豚はひずめ以外全て食べるというふうに沖縄では豚は貴重なタンパク源でありますねまあ、大東亜戦争末期の沖縄戦で、えー、そういった豚もほとんど壊滅したときに ハワイから100頭の豚をです、ね、持ってきてそれを種豚として養豚業が復活をしていったというお話もございますそして何よりもこの沖縄の固有種であるアグー豚あの真っ黒い豚ですね鹿児島の黒豚とは全く別物でどちらかというとイノシシみたいな豚なんですけどそれも交配を重ねてどん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 原種に近づけていってやっと とまあ、アグー豚というブランドを確立をし非常に美味しい豚が、えー、提供されるようになってきた矢先でございます。まあ、このアグー豚沖縄ではいろんな方々がえー、養っておりますけど、まあ、私たちの知人の与田刑事さんもこのアグー豚を専門に、えー、養っているま養、あ、豚農家の一人でありますし、そのアグー豚の。 お肉はとにかく美味しい、はい、もう何をしても美味しいっていう感じで結構食べられた方もいると思いますけど油がサラッとしていてですね普通の,あの豚の肉とはちょっと違うなという感じでございますはいさて今日はそういったねあの豚コレラの渦中にある養豚業者の方々の切実な声そしてその状況をですね いろいろお送りしていきたいと思っておりますが今日はもう最初にこのキな農場さんはいきな農場さんの方ですねあの紹介をしていきたいと思いますけどえ沖縄で紅あぐーと紅豚を飼育しているキな農場さんはいきな農場代表のブーさんということなんですけどいやー本当にはいえ何ですか 南オ内のあしこさん、今日折り見回りしたら、イノシシが2頭かかっていたということで、いや、南オ内のあしこさん、これ、こっちいかいじゃないですか。こっちいい。や、イノシシなんてこんなおいしいもんないと思いますよ。はい。<laughs> いいですね。あの、1頭もらっていきましょうかね。さて、このきな農場さんからさあ、まあ、声が今、上がっているんですけど、私見てね、ちょっと。 びっくりりしたことがまあ,ありますさてこのきな農場さん、えー、これは12月の15日もうつい先月のお話なんですけどねあのおっぱいをくわえて寝ていたい子がもそもそ生まれたばっかりですが大きいそのまま大きく元気に育ってねということで、えー、生まれたて、まあ、生まれてねあのちょっと大きくなった。 えー、こぶちゃんがモソモソしてるっていう。本当にハードー、えー、投稿しております。写真を見ても。本当に可愛い。もうそのまんまね。あの大きく並んでいいから、あのペットとして飼いたいぐらいの可愛らしさ。こういった写真も載っけておりまして。まあ豚に対する慈しみというのがねまあ、十分感じられる。はい、投稿でございます。 まあその時はまだこのようにトンコレラが発生するっていうのは全く分かっていない頃なんですよね。さて、このトンコレラが出てからえ様相は一変します。この農場にマスコミがですね、もう次々とやってくるようになったということでございまして、なんとえこれ1月8日。 はいもうつい最近ですね5日前マスコミの皆様へ農場へ来られるのはどうかご遠慮くださいませ人や車両の出入りが感染源となる可能性もございますご理解いただけますよ何う何卒ぞよろしくお願い申し上げますということでねマスコミに対して養豚業者としてこれ以上の感染をやっぱり広げたくないというね そういった思いから、えー、農場に来るのはもう遠慮してくださいっていうふうに、まあ、お願いをしているわけなんですよね。いや、普通だったらこういうふうに言われるとちょっと取材っていうのは遠慮すると思いますよ。普通だったらそうですよね、皆さん。養豚業者がそう言ってるんですからね。しかし、その次のツイート、皆さんにご覧いただきたいと思います。1月9日。 農場周辺を巡回している RBC さんとなんとね琉球放送さんの名前をもうズバッと書いているわけなんですよねはい農場周辺を巡回している琉球放送さん近隣の農場を回られているようですがその行為が被害拡大につ,つながりかねませんどうか安全のため農場の中に入ってこないでください 心からお願い申し上げますと。なんか、<coughs> なんかつらいですよね、こういったのを見ると。いや、本当にね、あの、これ、RBC さん、あの養豚業者がそう言ってるわけですから、ね、養豚業者がそう言ってるんですかやっぱり遠慮してほしいし、他のメディアも。 やっぱりそこのところはね少し気を使ってもいいと思うんですよ。まあ、情報発信としてやはりその現場に入っている県やそして自衛隊の方がどん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 情報を発信していただいた方がいいと思うんですけど、まあ、先ほど私あの県のね資料をちょっと見てみたんですけどまず県の、えー、広報課広報課を1月9日に 人に感染することはありませんって書いてるだけでその後は何にも書いていないんですよね。それとあの沖縄県の資料も出ているんですけどこれはあの一番新しいので、はいえー、この1月11日にトンコレラの確認及び第3回沖縄県特定 家畜伝染病防疫対策本部会議を開催しましたということで会議を開きましたっていうことは書いてるんだけど現場で何をしてるかっていうことは全く県の方では書いていないんですよいやー本当にね沖縄県仕事してるんかななんて思ったりもするんですけどその危惧がね本当に現実になることも出てきましたはい。 実はね、このはいきな、えー、農場さんの、まあ、知人で、はいしのぶさんというはいあのー、養豚をしている業者さんなんですけど、はい、えー、4歳の息子と3歳の娘と2600匹の豚を育てるべく日々奮闘中ですということで、ツイッターがたまにグッチったーになっていますということでね。 はい、そのようにあの話して非常に愉快な方なんですけど2600頭もねあの飼育してるっていうことで結構大手の業者さんじゃないかなというふうに思っております今ラプテンさんが「はい、沖縄タイムズ」さんのリンク貼ってますけどなんともうこれ5414頭殺処分現時点で5400頭ですから。 これ、もう抑え込まないと、もうどんどん広がる一方じゃないかなと思ってます。さて、この忍さんのツイッターもいろいろ書かれて、皆さんにね、えー、ご紹介をしていきたいと思いますけど、なんとびっくりすることが書いてあります。はいのさん1月13日今日日今今です今日県の方が夜中から切り上げ以後 来ないため市町村の方と運搬の建設業の方とうちの従業員で豚の搬出作業や諸々を行っています。指示がなく連絡もなくとても困っています。こんな中でも一生懸命やってくださる市町村や運搬の方々には心から感謝申し上げます。10時に来るといった件はいつ来ますかと もうこれ見た時にもう本当にもう涙が出そうになりましたね。もう半吉にはあれだけ熱心にね、本当にコストもかけ、人も動員して、わざわざね、基地対策課みたいなの作って半吉のことは一生懸命やっているのに、沖縄のね、一次産業の機関であるこういった養豚業。 沖縄ででは養豚業っていうのは本当に盛んですよその沖縄のねいわゆる一次産業の基幹産業である養豚業が今こういう危機に瀕しているのに来ると言って気もしないはい今日は13日成人の日ですけどもしかして成人の日だから来ないんですか県はいやありえますよね 薬用はもう高級日だから誰かが行くだろうっていうことで誰も行かなかったっていうこともあるんじゃないですか現場の、ね、人たち、はい、忍さんなんかは自分が丹精込めて育てたね豚を今殺処分してるんですよ。ね自分のもう家族のように一緒になって一生懸命育ててる豚をね不本意にも不本意にも殺処分して。 送り出すそんな辛い思いをねしてる時に指示を出すべき剣が来ないいやーしかしありえないはいそしてこれも辛いですね今日の午後2時何度電話しても対応してくださらず現状も知らせてくれず機会は置きっぱなし 指示はなしとにかくここは自分たちで協力してやりますので感染していない農家さんの声をしっかり受け止めてくださいともうね声が出ないです何をやってるんですか沖縄県は何度電話しても対応してくれない現状も知らせてくれない機械は置きっぱなし指示はない もうね忍さんもう県を当てにしませんともう自分たちで協力してやりますとだから感染していない農家さんの声をしっかり受け止めてくださいと感染していない農家さんからは早めにワクチン打ちましょうという声が次々に上がってますよワクチン打ちましょうところが玉木デニー知事なんて言ってるか まずは現状の把握をしてそれから確認をしてからだとそれから検討するともうね沖縄県とこの知事もう自分で何も決めきれないんじゃないかと私思いますよだって首里城が火災になってね現地を視察した後も記者団の質問に答えきれなかったこの方はね自分で何か答えさすととんでもないことを言うんで 副知事なんかにお伺いを立ててからしかもの言えないんじゃないかなって私思ってるんだけどしかしねこのトンコレラの被害に遭っているこの農場の方が何度電話しても対応してくれない現状も知らせてくれない機械は置きっぱなし指示はないどうなんですか皆さんこれこんなにね 無能な、無能なね、行政ってないと思いますよ。今も本当に市町村と、ね、業者と自衛隊の方々が一生懸命やっている、沖縄県何、何してるんですかね。はい。そして、現場の声、しのぶーさん。 せめて指示や連絡があればすべてが後出しです。わけがわからないままがむしゃらに対応しています。衛生面頑張っていたつもりなのに悔しい悔しい悔しい。ドンコレラ発生して悲しくてたまらないけど用途は続けたい。だからこそ周りの住民に迷惑はかけたくないです。 早く作業を終わらせたいですとこの「悔しい悔しい悔しい」というこの「悔しい」を3つ紡いでるその、ね、中に本当にこの忍さんが丹精を込めて育ててきた豚さんたちをね自分たちの手で殺処分しないといけない。 まだお肉になってねあの県民の食卓に並ぶんだったらともかくただもう殺して埋めるだけ今までね餌あげて頭も撫でてあげて本当に丹精込めて育ててきた豚さんたちを埋めるために殺すんですよ。豚っていうのは殺される時に大声出すなんて言うんですけど。 殺されるために生まれてきたわけじゃないんですからねいやーしかしこの県の対応っていうのは皆さんどうですかはい今桜チェリーブラッサムさんが書いていますいや私の本当に県知事にブロックされてなかったら知事のツイッターに書き込もうと思ってますよ正直言ってでもねツイッターもフェイスブックも私ブロックされてるんですよ ここういいったことを伝えられないんですよ。だから皆さんぜひブロックされてない方はねこの忍のさんとかきな牧場さんの声をね県知事のフェイスブックあフェイスブックとかツイッターにぜひ貼ってもらえればなと思いますそういった思いがあって今日この放送をねさせていただいておりますさくらチェリーブラッサムさんもしこのツイキャスをご覧になっている最悪の方がいらっしゃいましたら 玉城知事にこの現状を早急にお伝えください。えー、県民の生活がかかっていますと。いやーもう本当にもうね、胸が痛いとしか言いようがないです。はい。そしてね、あ次のまたツイート。 従業員休ませたい。農場で4日も動きっぱなし自衛隊は6時間交代市の職員もそれぐらい県は来ない農場で4日も動きっぱなし自衛隊は6時間交代市の職員もそのぐらい県は来ない。 県は来てないんですよ皆さん市町村の職員一生懸命頑張ってる自衛隊の方々も6時間交代で頑張ってるね従業員もずっと頑張ってるだけど県は来ない運搬の方もとても協力してくれる市の職員も 慣れない仕事だろうに頑張ってくださってますありがたすぎて泣けてくるとんこれら広がらないでほしいと従業員休ませたい農場で4日も動きっぱなし自衛隊は6時間交代市の職員もそれぐらい県は来ない どうですか皆さんこれがね半吉ファーストの現在の沖縄県のね対応なんですよ半吉ファーストってこんなもんなんですかね半吉のためだったらもう高級日だろうがねなんだろうが一生懸命やるのにどうしてこんな沖縄の一位産業の 基幹産業である養豚業、こんな状態なのに、何をしてるんですか県知事も、何やってるんですか沖縄県知事。彼のツイッター見れないんでね、何を書いてるか分かんないんですけど、でも本当に県知事、何をしてるんだっていうふうに私、言いたいですよ。 そして今日の、ね、午後7時補足させてください。県の県は体制が整わないえ、連携できてないことで上が混乱を招いているものだと思います。獣医さんや疫学チームなどはとても真、はい、髄に対応してくださりました。現場での作業やバックヤードで 手配と必死でされている県の職員さんに感謝申し上げますと県の下の人たちはねどうにか来て頑張ってくれたんでしょうもうね上の方がろスすっ指示もできないでね混乱してるもんだからもう部署の方が独自に動いてる可能性があるん ですよね、はい、県の環境衛生課とかねそういったところがもう知事とかそういった連中のもう指示を待てずに独自に動いてる可能性があるこうなるとでも組織としてどうなんですかね今の沖縄県は私は県職員に問題があるとは思ってないですよ、ね、ここにに書いてるように 現場での作業やバックヤードで手配と必死でされている県の職員さんに感謝申し上げますと書かれている連絡をしてもね対応してくれない来ると言って来てもくれないそんな中でね現状を憂えた県の職員などがもう上の指示をねあのもう待ちきれずに独自に来て動いたんかななんて思って いるんですけど今ナプテンさんから「ブロックされてない方デニー知事のタイムランを確認してください」「トンコレラについて何もつぶやいていないと」とはいカータンさんからも「何にも言ってない」と言ってます「ハンキチファースト」ね「公約の一番てっぺんに辺野古新基地反対」 を掲げた知事の限界というのがまあこういったものなんですかね。しかし本当に養豚業者の方々、県がこんな状態だとつらいと思いますよ。どんなに一生懸命頑張っても県の方から的確な指示も来ないし県職員の方々は頑張ってるけどはい。 体制が整わない、連携ができてないことで上が混乱を招いている。上がと書いてるんですよ。上がと県の上層部上誰ですか？トップはあの方ですよね。はい。本当に何にもつぶやいてないっていうのはあまりにもちょっとどうかななんて私思いますけど、ちょっと どうなんでしょう実際ね。私はこれおかしいと思いますよ。しかしね、これ、皆さんにもちょっと見ていただきたい。浦添市の松本市長。実は浦添市も結構養豚業者いるんですよ。そのね、浦添市の松本市長が、 なんと率先してこういったことを始めた風評被害を抑えるために美味しくて安心な沖縄県産豚肉をどんどん食べてアピールしよう運動を始めましたご協力くださいと実イート希望トンコレラ頑張れ沖縄県あ沖縄県産豚肉と。 松本さんね、この方も今、感染拡大のためにもう一生懸命やってると思うんですけど、それだけじゃなくてね、風評被害でやっぱり豚肉が売れなくなると困るっていうことでもう先手を打って、自分からこうして県産豚肉どうしようっていうことで声をかけてるんです。皆さん沖縄県知事の タイムランどうですかなんかこういったことやってますいや私あんまりやってるようには見えないですけどねはい松本市長こうしてね地元の精肉店回ってここはあの有名なはいお肉屋さんなんですけどここに行ってねこうしてお肉どんどん消費しましょうっていうことで はい、やってるんですよ、松本市長、一生懸命。本当にあの皆さん、沖縄に来たときにぜひ行ってほしいところがあるんですけど、ここ、はいこれあの、私も結構行きつけのお肉屋さんみたいなんですけど、実はお肉屋さん兼ここはお蕎麦屋さんなんですよね。左手の方に ヤギ刺し汁お持ち帰りできますと書いてるじゃないですか。感謝献産ヤギ刺しかっこ汁と。感謝献産豚肉塩、ね、お肉屋自慢の三枚肉そばと。ここ観光客全く来ないんですけど地元の人たちにはもう大人気のおそば屋さんでございまして。 ご飯食べたな人にこれお見せするのもちょっとどうかななんて私思ったりするんですけどどうですかこれもうお肉屋さんのそば屋さんだから出せるようなもんでございまして足手道それから三枚肉草金それも巨大なものですねはいこんなねあのかまぼこまで載ってますけど こんなのがデデーンと乗ったお売ってるんですよ。それもね、最近の蕎そば屋さんっていうのはもう観光客価格になっちゃって、はい、もう今までそっち行ってたお蕎麦屋さんなども非常に高くなってて、残念なとこもあるんですけど、ここ違うんですよ。本当に庶民の値段でこういうのがドーンと出てくる。だからあまりね、 公にしたくない秘密の蕎麦屋さんなんですけどまあここもお肉屋さんなんでねあの今回の豚コレラではやはり売り上げに響いいてくると思いますでもこうしてね出張つまり抜をした人たちが自ら進んであの沖縄の、ね、県産のボタンをもっともっと食べましょうと呼びかけてくれてるっていうのはこれはお肉屋さんにとっても養豚業者にとってもすごい ありがたいことだと思います。青梶さん、ぜひここ行ってください。わからん時は私に聞いたら教えますんでね。はい。ですからこのような感じでね、沖縄のまあ県産豚、きちんと検査も通って、美味しい豚肉なんで、ぜひどん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 やっぱり食べてほしい。できますれば、その県のトップがですね、こういった運動のね、旗振り役をすればいいのに。 ツイッターでも何にも書いてないということで、本当に残念すぎるというふうに私は思っております。そして今、現場ではね、あの自衛隊の方々が、本当に夜も徹してこうしてね、あの頑張っていただいています。市町村の方々も現場で入って頑張っていただいています。そして県の職員も、そして業者さんも、養、は、豚、い、業者さんそのものも。 そしてその豚を運ぶ運送会社の方々もみんな頑張ってるんですよ。そんな中でもしかして歌って踊って次の反吉のね作戦を考えているようであればこれはもう最低な知事だなというふうに私は思っております。ということで、えー、今夜のボギーチャンネルトンコレラの渦中に投げ込まれた沖縄の養豚業者さんの 苦悩をお送りいたしましま是非、えー、ぜひデニー知事にブロックされてない皆さんは、えー、この状況をね、是非知事の方にお伝えいただき、えー、養豚業者さんがまあ安心できるような環境づくりに、えー、一役買っていただきたいと思います。ありがとうございました